お元気でした？大丈夫です？めっちゃ元気です。本当に、うん、勝負の日こそニキビができてしまったり大体うまくいかアイナジエンド先生です。秘密を始めよう。お願いします。アイナさんだ。アイナさん、アイナさん、お久しぶりです。アイナさん、お久しぶりです。ごめんなさい、僕らが止めちゃった。すみません、自己紹介よろしくお願いします。失礼しました。アイナチエンドと申します。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。さあ、ちょっと私からはあれなんで、アイナ先生ご本人の口から発表していただいてもよろしいでしょうか。はい、アイナジエンドは今年の前伸び選考ライアット2024の特別審査員務めさせていただくことになりました。イエーイ。そうなんです、初解禁でございます。はい、マイナビ選考ライオット大きな初解禁でございます。勝った。アイナジエンド先生が、もう先ほどねご紹介させていただいた特別審査員の方々に加え、今年はですねアイナ先生もですね一緒に、ファイナル迎えていただけるということで、はい、今のね10代のチャレンジャーを見ていただけるということで、もうお世話になります。よろしくお願いします。楽しみでしょうがないですよ。ね、楽しみですよね。私たちも嬉しいですもん、やっぱりこうやってまたご一緒できるのが嬉しい、嬉しいです。そうなんですね。普通に今久しぶりに会えて嬉しいっていう。嬉しいです。なんかこの制服姿初めて見たかも。今日ほら、こんだけわーわー喋ってますけど、我々一応司会なんで。そうなんですよ。ちゃんとしてるんですよ、今日。結構前に出ちゃった司会なんですけど。かわいい。いや、嬉しい。久しぶり、お元気でした？大丈夫です？めっちゃ元気ですよ。本当に？うん、久しぶりに会うんで、なかなか、うん。元気ですか？ちょっとだけ。含み持たせないで。含み。もう毎日の仕事に追われて。それはね、本当にすごい仕事のこなされてますけど。はい、まあ、はい、アイナさん、もしご自身が10代だったとして、自分が出てたら、出れたら、ちょっと挑戦したいみたいなのってありますか？この素晴らしい熱量のみんなが集まる選考だよ。私ね、10代の時にそれこそオーディションとかたくさんやってきたんですけど、やっぱりぶちかましたいとか負けたくないとか特別なことをしたいと思うがあまり練習と違うことをしちゃってたんですよね。本番の時にね、かましちゃう、あるよね、アドリブをしちゃうみたいな。それ大体うまくいかない。裏目に出るパターンだったんですね。パッションだけはあるんですけどね。パッションはあるんだけど、そうだからやっぱりコツコツやってきた自分を信じてありのままを勝負するっていう。でその中でたまたま生まれたいつもと違う特別なパフォーマンスが伝説になると思うんですよ。ぶちかまそうと思ったらダメだった。なるほど。だから、そう、10代に戻ったら、はいはい、ありのまま勝負したいなって思います。でも、しないでね、今本当に今、このマインドのまま10代に戻ったら、うん、オーディションとか受けたいと思います、うん、思う、ね、思います、うん、思うですね、思います。ちょっと怖いかもしれない。オーディションというのも響きがめっちゃ怖いっす。あ、ちょっとわかります。わかる。ちょっとドキドキしますよね、オーディション、ね、ドキドキする。だけどもう一回受けたいって今も思うから、うん、やっぱオーディションって素敵なものだと思いますね、うん、いっぱい挑戦してほしいです。改めてここから三次審査そしてファイナルに進む生徒のみんな、うん、そしてアーティストのみんないると思うんですけど、はい、まあ、改めて、まあ、先ほどもねありのままの自分をコツコツ積んできた自分を信じてという言葉ももらいましたけど、うん、今何かまた戦うチャレンジャーに声をかけるとしたらどういう言葉をかけたいですか？やっぱね、勝負の日は勝負の日こそニキビができてしまったり気持ち的にね、そう、なえるやつ、それなんか起こるじゃないですか。 ありますね、はい、ね、そう、なんかトラブルが起これば起こるほどお腹下しちゃうとか、そう、はいはい、緊張ねとか、それも全部味方につけるぐらい気持ちを強く持ってほしいです、はい、いちいち負けといたらあかんです。あかんですね、あかんです、確かに強く持ったらあかんですね。はい、